2016年5月8日、日本の回転寿司はその手頃な値段から外国人観光客からも人気が高いが、この度韓国のインターネット掲示板に最近の日本の回転寿司の流行と題した書き込みがあった。書き込みでは日本メディアが報じた回転寿司で消えた皿、いる？いらない？という特集について紹介しており、最近の日本の店では醤油皿を使わない店が多くなってきたという。その理由は洗い物を減らすためで、客は醤油を直接ネタにかけて食べるというスタイルが広まりつつあるとのことだ。かつては日本人の間でも寿司の食べ方が論争になることもあったが、回転寿司の普及でネタや食べ方、寿司店のあり方までが多様化しているように感じられる。これを受け韓国ネットユーザーは様々なコメントを寄せている。昨日大阪で回転寿司を食べたけど、醤油をかけて食べるスタイルだった。日本で回転寿司を食べたけど、本当に醤油皿がどこにもなかった。日本人は何でも簡素化するんだな。わさびはどうしたらいいんだ。醤油をつけようとしてご飯が醤油皿に落ちてしまうことが多いから、こっちの方がいいかも。でもかける醤油の量を間違えたら醤油ご飯を食べることになっちゃうね。食べ終えた皿を醤油皿として使えばいい。